薄紅立ち青いアシアオフィシナリスは、青いカの多年草であり、別名ビロード青い。ヨーロッパ、西アジアから北アフリカにかけてが原産で、薬用植物としてや観賞用に用いられる。茎は直立し、秋には枯れる。草丈は約1メートルで、最大で2メートルに達する。主軸のみか、あっても、少しの即死を出すのみである。葉は、短い傭兵を持ち。 卵上身型で、長さは5から7.5センチメートル。前円で3から5回分裂する分裂用。不規則に虚子が入り、厚い。両面とも蜜に正常毛が生えており、柔らかく滑らかである。花は、薄紅青いに煮るがより小さく青白っぽい。側芽から出るか、塩水果樹となり、後者の方が多い。本種のね、お菓子のマシュマロは、 薄紅立ち青いの根から取れるデンプンを利用して作られていた。現在のマシュマロは普通、卵白やゼラチニや砂糖で作られる。若葉、花はハーブティに利用でき、喉の痛みを緩和すると言われている。苗は4月から6月、9月から10月ごろ市場に出回る。よく日の当たる場所で管理し、栄養豊富な水持ちの良い土に植えると良い。夏場は乾燥しやすいので、 水切れが起こらないように注意が必要であるが、寒さに強いので冬はさほど手間がかからない。9月から10月にかけて旬が取れる。株分けは4月から6月、9月から10月に行うことが多い。夏季は一般的には7月から8月である。ありがとうございます。